佐藤効力7月6日から1949年6月3日は日本の劇作家、小説家、俳人。本人の意に反して執筆することとなった少年小説の分野で昭和初期に圧倒的な支持を受け少年小説の第一人者として知られる。作詞家で詩人の佐藤八郎、小説家の佐藤愛子、脚本家で劇作家の大垣はじめの父。 三人とも母は異なり、はじめは愛人の子供であり、同居はしていない。弟子に佐藤宗之助と独自の日本文化論を提唱した福士康二郎の二人の詩人がいる。福士は効力の触覚で、効力の家庭内の事件の度に、その収集に奔走した。晩年の効力は、少年たちに理想を説く小説を書き続けたが、皮肉にも別居していた。 はじめ以外の、長男八郎をはじめとする四人の息子たちは、すべて道楽者の不良青少年となった。八郎は、詩人として成功したが、他の三人は、乱脈な生活を続けた破綻者となり、破滅的な死を迎えた。効力は生涯、彼らの借金の尻拭いをし続けた。その有様は、娘、愛子の小説、血脈に描かれている。妻の三笠マリ子。 受落館の養成所女優。娘の佐藤愛子は、その生涯をもとに、女優、マリコー、上司百七十四年、現在の青森県弘前市、親方町に、父、ヤロク、母、シナの次男として出生。本名広し六。父の佐藤ヤロクは、幕末に、福沢ゆきの塾で学び、帰京して、県会議員となり産業振興に尽力。また、 リンゴ使い、道の苦評話、津軽のしるべなどの著書も表し、森外の作品、渋江中裁にも郷土史家として登場する、広崎を代表する人物だった。1890年東大義塾を中退、青森県人城中学校に入学。1893年、東園にあたる陸活難を頼って、上京、翌1894年、日本新聞社に入社。 正岡式の勧めで俳句を始める。1895年、病により、貴怯、東欧日報社に入社、小説、俳句などで活躍。1896年、東北日報社、翌1897年には、下北新報社の主筆となる。1900年、放置新聞社に入社し、大隈重信に徴用される。記者活動の他に俳人として活躍。大デュマ、 ビクトル融合などの翻訳も手がける。1905年、記者生活を止め、俳句研究会を起こす。小説、安飛、カモなど、自然主義風の作品により注目を浴び、1908年、創作集、ホタを観光。1906年から1914年まで、新派の本郷座の雑木作者を務める。1912年に小説、霧。 翌1913年に、谷底をはじめ新聞連載小説を発表。1915年、劇団新日本劇の顧問。20歳下の女優横田品を見染める。1918年、年上女房春人の別居などを経て、1922年、マリコと結婚。1923年、映画研究のためと、を、翌1924年、東亜キネマの所長に、 就任する退任。妻、三笠マリコを女優として、売り出そうと劇団活動を行うが、効力に取り入って、主役の座を得たとの悪評により、成果は思わしくなかった。マリコは、妊娠、出産により、女優を断念する。1 9 1 9九年から1927年に、かけて、新聞雑誌に連載小説、大東電京の冠、富士にダイスを書き、 大衆小説の人気作家となる。1925年頃、兵庫県向子郡群なる小村甲子園の自宅を、少年クラブ編集長の加藤健一が訪問して、連載小説の寄稿を依頼した。佐藤は、花垂れ小僧向けに書けるかと激怒し、諦めた加藤が去り際に、佐藤先生なら、良い読み物を書いてもらえると思ってきたのだがと地に、すると、考えてみると本意。 加藤の帰郷後しばらく経ってから電話で連載受諾を返答した。この結果1927年から少年小説アー玉杯に花受けてを連載し、好評を博差し、挿絵画家高畑歌唱の気候拒否で低迷していた少年クラブの部数を大きく伸長させた。その後も少年参加、英雄行進曲などを書き、同志の黄金期を築いた。また、 加藤健一に漫画の掲載を進言し、田川水宝の野楽炉が生まれることになる。少年クラブと同じ第二本雄弁開講団社の雑誌、キングなどにも多くの連載小説がある。少年連盟は、ジュールベルヌ、十五少年漂流記の本案である。1949年6月3日、老衰のため、東京都世田谷区上馬の自宅で営民。年75。 改名は、工学院伝、総文工力小児。ありがとうございます。